もしもし、姉貴？あ、どうしたんだよ、そんな顔して。ははーん。さては、こないだのこと、まだ気にしてるんだな。大丈夫。ジョシュアなら元気でやってるよ。電話代わってあげたいけど、今俺違う寮に来てるんだよね。新しい友達ができたんだ。ミハイル、うちの姉貴を紹介するよ。でも僕。大丈夫だって、怖くないから。あ、でも時々怖いかな。平気平気、姉貴弟には容赦ないけど他人には優しいから。ほら。あ、こんにちは、ミハイル・リューリコビッチ・ネフスキーです。ごめんね、ユタ、僕のせいで。ああ、ストップストップ、泣かないでよミハイル。また電話する。じゃあ。ユタ、怒ってる？そんなわけないだろ、もう。大西洋に浮かぶ地図には載らない小さな島、外界と遮断されたこの地に全寮制男子校聖アルフォンソ学院はある。謎を秘めた学院の生徒たちはいつの頃からかこう呼ばれている。辺境の王子、マージナルプリンスト。嫌な感じの空だな。ユータ。お、ジョシュア。嵐が来るから午後は休校になったよ。午前中の講義が終わったら早く寮に帰った方がいい。嵐？日本にも夏に来るんだろう。なんと言ったっけ。あ、もしかして台風？そう、それみたいなものだとハリアが言ってたよ。この島には年に一度来るか来ないかなんだけどね。嵐の日にはな、出るんだ。幽霊？この学院が城の跡に建てられたと言われてるのは聞いたことあるだろう。その城に君臨していたのが伝説の英雄であり偉大なる王アルフォンソ。彼には幾人もの信頼できる仲間がいた。だがその中の一人がある嵐の日に不慮の死を遂げた。志半ばで散ったその魂が嵐の訪れとともに目覚めて校舎の中をさまよい歩くんだよ。お化けとか幽霊とか苦手？そんなことないよ。行かなきゃ。ありゃ相当な幽霊嫌いだな。嵐の日に幽霊が出るって初めて聞いたよ。今作った。せっかく嵐が来てんだからさ、遊ばなきゃ損じゃん。ジョシュアも早く帰れって言ってたし、幽霊は校舎に出るっていう話だし、さっさと寮に帰ろう。お、ミハイル、どうしたの？このピアノどんな音がするのかなと思って。壊れてるの？それ。わからない、ずっと鍵がかかっているから。鍵？本当だ、開かないや。
もしかしたら空いてるかもと思って時々来るんだ。今日もダメだったけど、このピアノの音いつか聞けたらいいな。こっちはこれで終わりだ。あとは東側か。よしよし、来たぞ。打ち合わせ通り頼むぞ。はいはい、めんどくさ。誰もいない校舎ってなんか不気味だよな。この学院広すぎていつも人がいないけど。俺ちゃんと閉めたよね。しっかりしろ。幽霊なんかいないよ。ちょっとやりすぎたんじゃない？予想以上のリアクションだったな。そろそろ寮に戻らないとまずいよ。じゃあ、ユータ起こしてネタバレ撤収といくか。ユータ起きろよ、ユータ。幽霊悪い悪い、嵐の幽霊な、あれ作り話。全部レッド考案の仕掛け。なんだ、そうだったんだ。もうひどいよ、二人とも脅かすなんて。僕は面倒くさいからやだって言ったんだ。その割には楽しそうに手伝ってたじゃん。あれ消えた。私はあんな手には引っかかりません。嵐の日に屋上とは同類がいるようだな。いたずらの、よし、皆の者、我らも続くぞ。めんどくさ。やめておこうよ。ついてまいれ。いいから早く帰ろうよ。屋上調べてからな。俺行きたくない。誰もいない。その扉、何年も使われてないってジョシアが言ってた。見たよな、人影。うん、きっと見間違いだったんだよ。3人揃ってか。まさか幽霊とか。ミュージックスタート。これで今日の治療は終わり。傷は奥深いよ。いつでもこの部屋に。
何やってんだ。何をしに来た。客乗せてきたついで、たまには顔見せとかないとなと思って。物好きだな。どう様子は。取り立ててない。そっちは。気な臭い話はなくはないけど、全部俺んとこで止めてる。それが仕事だ。励ましのお言葉アンガトさん。山でベッド借りるぜ。すまない、こんなに遅くなってしまって。3人でやってからこの時間で終わったんですよ。ヌフェテパドプリ。ピアノの音だ。ん？嵐が来るのにまだコーナーに残っている生徒がいるのか。行ってみよう。は？ピアノ？なんだ、誰かいるじゃん。幽霊がいるわけないと思ったんだ。でもあのピアノずっと鍵がかかってて弾けないんだ。この中のようだね。ああ、誰か中にいるのか。返事がありませんね。放っておけば。好きで中にいるんだろうし。そういうわけにはいかないだろう。ここの鍵は外側からしかかけられない。学務課に行って鍵をもらってこよう。閉じ込められていたら大変だ。あ、これあのピアノ。なんて優しい音なんだろう。ピアノ鍵がかかってて弾けないんだよね、ミハイル。うん、ごめんね。だが現実にピアノは鳴っている。しかも部屋の鍵は外からかかっている。一体何が出てくるのかワクワクしますね。
ちょっと待っててくださいね。確かこんな感じのことをやると学務課に行った方が早いんじゃないの？でもよ、この雨じゃ校舎から出られそうにないぜ。音が止んだ。本当に開いちゃいました。開けるよ。なんで開いてんだ？ねえ、あのピアノ本当に？言うな、思い出したくない。寮に戻ったんだもん。もう大丈夫だよ。だな。うん、多分。あ、これはシュン様。この年でその呼び方は照れるな。では染谷様、お久しゅうございます。ご卒業以来ですから18年になりますでしょうか。バトラーはちっとも変わらないな。恐れ入ります。あ、そうそう、これね。俺がピアニストになってレコードを出したら1枚あげるって約束だったろ。レコードじゃなくて CD になっちまったけど。覚えていてくださいましたか。頂戴いたします。ご活躍はこちらでも聞き及んでおりました。もしよろしければ以前のように一曲お聴かせ願えますか。え？え？バトラーってピアノ弾くんだ。弾けないはずだよ。今は誰も弾かないから音楽サロンはずっと使われていないんだ。あれって切ないくらい苦しいくらい あなたに会いたかったので、抑えられない思いを今手紙に書き綴っています。伝えたくて伝えられない、心は膨らみすぎて、それは肩を抱いて一度でいい腕の中抱きしめたい、そんな夢を見てた春の日差しの中で。